こんばんは。今回は新開放したアナゼを使っていこうかなと思います。ということで、どうぞ。わ、来た。赤髪はね、多分見た感じどうしようもないですね。状態上向こうもあるし、概念もなくされるから。多分アナゼの対策は赤髪だから、赤髪がこれから増えるんかな？どうなんですかね。ここでカウンターとか。まあこの子、忘れてた。なんかこれ忘れてるとダメだな。ドロップ遅いね。でもスローか、これ。ん？なんだこれ。足めっちゃ遅くね。いやー、SS、たまんの早え。初手キャラとしてマジで強いよな。下手したらエルアナゼよりも強いかもしんない。エルアナゼはエルアナゼで強いんだけど、こいつは強え。こいつは強え。はい。削りがマジで強くてな。ミラージュちょっとあんまり伝わんないかもしんないんだけど、ヒナとかも削ることができたから、だいぶ強いと思いますね、このキャラ。ほら、まあ、ミラーでもわかる通りさ、削りがえぐいんよ、このキャラ。すごいぐらい削ってっから、並大抵のキャラだとね、多分枯らされちゃうんですよね、これ。回転もえぐいし。だから、ほんと、赤髪以外はなんかいけそうな感じはしますよね。はい、概念なくしてきました。はい、それも返す。SS もそろそろ飛んでくる。ただそれを返すと。まあ、ワンチャン、赤髪もいけんのかな？どうなんすかね？お、アクセラ。いやー、アナゼ出さないで。他のキャラ出して。よし。そのまま来いよ。そのまま来い。とりあえずこれ打っといて、スマッシュ、おろきー。そこそこ早いのかな、これ。はい。アナゼ。まあでも打ってきたらそれカウンターできちゃうね。ほい。カウンター早えな。やっぱ高速は伊達じゃない。前でカウンターできれば一番いいですけどね。ドロップ遅すぎだよな、マジで。これ加工されてから遅くなったんだっけ。どうだったかな。めちゃくちゃ遅いね。はい。まあ、これでサイリンやなぜぐらい早かったらさすがに強すぎるのかな。どうなんだろう。はい。これで、そろそろ SS かな。危ねえ。めっちゃ削れんな。208とか入ってるもんな。ああ、早い早い。カウンターしたいな。2連だからもう一発来るもんね。はい。スライス。返す。おしまい。強いな。使いやすいわ、マジで。お、赤髪もいるし、ティナもいると。これティナ枯らしてえなー。ティナで来てくんねえかな。来てくれるかな。まだ出たばっかだから性能わからんでしょ。はい。はい、これで今、クラス、レイジとか今つけた状態で、あ、じゃあ、決まっちゃった。もう一回来い。来い、来い、来い、来い。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。ありがとう。はい。どんだけダメージが入るのか。これで、あー、ダメだ。回復が同時に入っちゃうとあれだね。はい。あー、不要向こうとか入っちゃうと、でも66とか入ってるもんね。はい。枯らしはできそうだね。取って、はい、もう一回打つ。赤髪来ないで。ティナ、ティナ、ティナ。あー、ダメだよね。まあ、枯らせるとこ見せれたし、いいか。赤髪来なさい。接触回復とか特につけてないんだよね。そこがちょっと嫌だな。はい。あれ、カウンターを、あー、ティナにカウンター封印されてた。最悪すぎる。はい。ほい。ほい。はい。ほい。SS いつ ?SS いつ何え、なんだっけそれ。その、条件がわかんない。なんで撃つんだっけそれ。いや、ちょ、怖い。暗闇向こうは欲しいかな。はい。さすがにきついか。はい。ほい。多分ドロップ決まんないから、加速ボレーで行くの、ボレー行くとほんとそう。ただここ今さ、てかさ、これ、わかりやすいな、高速が行くってのは。出ちゃうのか、その、なんかその足元で。そしたらロブ上げられちゃうよね。これ赤髪でロブ連されたら何もできないんじゃね？疑惑。はい。スライス。あ、これ、そっか、あれか、ダメージか。赤
赤髪のこのギミックが痛いから、待て今の取ろうぜ。そのダメージで高速が打てる感じなのか。なるほどね。はいはいはい。でも打ち方がちょっと良くねえかな。赤髪をもうちょっと前に出させた方が、でもダメージ結構食らうからさ、いい感じの頻度で打ててるよね。はい。ほい。ほい。よしよしよし。ゴリ押し。あ、いけるかなこれ。高速をバンバン打てるなら、まあ、赤髪とやってることは一緒だから、ワンチャンいけんのかもしれない。頑張れば。ちょっとさっきから SS 取れなすぎだね。ごめんなさい。SS は取りたい。はい。いや、ちょっと。ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと今のは取りたい。ダメだ、ダメだ。アラゼさ、他の状態だとさ、状態上向こう持つからさ、状態上向こうついてほしかったな。状態上向こうってか、祝福か。はい。まあでも、接触回復の方で来てくれた方が、いいのかもね。でもそっちで来ないとあれだもんね。枯らされるもんね。見えねえ。でもここで高速が打てますと。警戒するね。ロブ上げんな。ロブ上げんな。いけるいける。いけ！よし、ナイス。あ、強いなぁ。接触回復つければ回復しつつ打てるっていういいことずくめなのか。はい。これでもう一発高速が打てるんだよね。強え。赤髪もワンチャンあるかもしれないね、これ。あ、強いなぁ。こいつは強え。あー、つゆはか。つゆは確か状態上向こうでダメージも抑えられて、雪ストーン持ってると。そう考えると、対アナゼ性能は高いかもしれないですね。スライス。はい。とりあえず初手は、これで頑張ろうか。たまんの早くていいよね。はい。蓄積が早くて助かります。初手キャラとしてはかなり優秀っすよね。はい。SS 打つ。削りもやっぱバカになんないな。でもこっからが本番ですからね。ステアップも入って。あ、でもこれ返せるよね。おえら！いいとこ取れたグラスストームそう。連続で打つから、1回目の後に打たれても問題ないんですよね。はい。いいとこ取れたね。ただこれ食らっちゃうのかな？どうだろう？ギミック向こうあったっけ？そこ見れてない。あー、食らっちゃうか。そこは痛いな。なるほどね。つゆはちょっと嫌かもな。ラッキーギミック、ギミック向こうが不動ぐらいだったっけ、このキャラ。あんまりそこは良くないかもしれない。はい。スライス。危ない。ちょっと待って。待って。怖い、怖い、怖い、怖い。SS 。翻弄されていく。嫌だな、つゆは。ギミック避けなきゃいけないもんね。あと何秒これ。長ない？ちょっと待って。強い強い強い。強い強い。ギミックは浮気できたけどさ。SS、SS、ドロップ。ドロップ遅いんだよな、マジでこれ。遅いよな。強派ぐらい早くしてほしいわ。はい。いや、きつい。枯らせないキャラはきついなぁ。ちょっと待って待って待って。はい。つらい。今のは取ろうえ？取ろうえってなる。取ろうぜ。さすがに。カウンターが得点源なとこあるからなぁ。はい。ちょっと待って。ドロップ。遅すぎー。封印もされちゃった。待って。ちょっと待ってきついつゆは無理じゃないこのキャラさすがに死ぬいやーやばい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 早く封印解けて封印早く解けろ無理つゆははちょっと無理っぽいっすね。はい、使ってきましたが、このキャラかなり強いですね。
まあ、ティナとかも枯らせるし、まあ、枯らせない赤髪とかも、まあ、そのダメージを受けさえすれば高速ショットを打つことができるじゃないですか。あとまあダメージを変換することができるんで SS 回転もえぐいしということで、このキャラはねなかなか強いな下手したらエルアナズよりも使われる可能性はありますね。このキャラ非常に使いやすいのでいいですね、このキャラ。ただ動画化したのかな、多分したと思うんですけども、梅雨派とかがちょっと嫌かもしれないですね。ダメージ抑えられちゃうし、状態異常もあれだし、あとはギミックも嫌だしってことで、梅雨派が嫌なので、そうですね、梅雨派ティナとかされたら、やばいかもしれない。はい。まあ、もともと梅雨派ティナっていたけど、もしかしたら前回以上に梅雨派ティナが増える可能性はありますね。ただでもまあ、そのダメージが通る敵、まあ、通らない敵でもダメージを与えてくるキャラに対してはかなり強かったりするので、アナゼね、これはかなり強いんじゃないかなと思います。今回対戦してないキャラでも、例えばこういうシャルとかも枯らせるかもしんないし、この辺も枯らせるのかな？必中持ちますもんね。うん、必中持ったりするので、なかなか幅広く見れるんじゃなかろうかと思いますね。で、ラケットに関してなんですけども、まあ、アスラで決め手を増やすのも、まあ、全然ありですし、まあ、スカルで自分みたいにダメージを上げるのも全然いいんじゃないのかなっていう感じです。自分はこんな感じの厳選をしました。はい。ドロップがね、もう少し早ければ、ゼウスと組み合わせるっていうやり方もあったんですけど、ドロップがね、あいにく遅いから、なかなかそこは弱点ではありますけども、まあでもそれでもね、それを、上回るぐらい他の長所が強かったりするので、このキャラかなりいいですね。はい、ということでここまで、ありがとうございました。お疲れ様です。